はいどうもこんにちは、フーガです。今回は後ろというアプリをやっていきたいと思います。これはね、まあちょっと前にやったママにゲーム機隠されたの制作者様が作ったゲームです。まあこのキャラデザからわかるように、まあ察しの方はいると思いますが、無料アプリなんでやっていきたいと思います。音ゲーだったかな、説明見るには。曲に合わせてタップする、音ゲーだよ。コンボを決めてレッツダンス。まあそれだけで済めばいいんですけどね。ママが出てきたらなるほどね、はい、今回もママが強敵ということでね、やっていきましょう。まずはスマイルガール、すごいちゃんと曲が用意されてるのすごい。あーむずい。なるほど。集中しちゃってできないねこれ。あぶねー。あ、そうか、止めないといけないんだ。てかなんか何そのニコ動的な。何これ、バットになっちゃった。ててやばい、おい、音ゲー下手くそなのがバレる。うわ無理だったか今の。でもこれはちょっと難しい。あれどうした。あーモバイルストライクね、はい、カットです。これは難しいね。あててあ間違えた。これで OK でしょ。え？これでもダメなの？なんで2回？え？ちょっとむずくない？あ、ずっと押しとかなきゃダメなの？これで OK でしょ。てて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 てむずい。ほんと音ゲー下手くそだな。オッケー。てて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 てオッケー。なるほどね。てて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 。あ、間違えた。おお、なるほど。だいぶ下手くそですね、音ゲーが。全然ダメだな。はい。まあ、こんな感じで進んでいくっていうのが分かったんで、ただタップするだけじゃなくて、ですよね。全然ダメだな。ちゃんと20曲入ってんだな、すげえ。またリズムが難しい。ねんねんねん、あ寝るな、勉強しろ、ね、寝るなら別にあれでしょ。音ゲーしててもいいじゃん。あ、なるほど、バットでなんかあるんだ。ちょっと今回はでも4曲だけにします。ねん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 。筋トレすることなら別に音切りしててもいいじゃん。バレちゃいけない理由が分かんないんだけど。てん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 、あてんてんてん、難しい。じゃあ終わりますか。はい、今回はここもうね、これ以上ね、音ゲーの下手さをねもう晒すわけにはいきませんよ。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。この人、この制作者様のねアプリは、
結構ありますんで、ぜひやってみてください。どれも同じ、まあまあそれは失礼だけど、どれもシュールな内容ですので、ステージが進むごとに面白い演出が待ってると思いますので、ぜひやってみてください。このフォローミーってとこやると制作者様に、ツイッター飛びますんで、どうぞフォローしてみてください。はい、結構僕はフォローしてみたんですけど、割と面白い人でしたまあ話ではないんですけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。